ドラドラ野球 TV です。今回は開催まで5ヶ月を切りました。プロ野球ドラフト会議の12球団1位予想をシミュレーションしていこうと思います。6月2日現在の12球団のスカウト会議、コメント、報道、そしてファンの声、また各チームの過去のドラフト1位指名傾向から今年のドラフト1位指名選手を予想、本番さながらの抽選も含めたシミュレーションをやってみました。今年のドラフトは昨年より目玉選手が明確ながら、それ以降の選手の取捨選択がかなり難しいドラフトになりそうです。結構リアリティのある結果となりましたので、最後までご覧ください。皆様の予想コメントも待ってますね。それでは行ってみよう、レッツラゴー。ドラドラ。それでは12球団が最初に入札すると予想する選手の発表をドラフト会議風に読み上げていきましょう。第一巡選択希望選手、中日金丸夢と、投手関西大学。第一巡選択希望選手、北海道日本ハム金丸夢と、投手関西大学。第一巡選択希望選手、東京ヤクルト西川美翔外野手、青山学院大学。第一巡選択希望選手、埼玉西武西川美翔外野手、青山学院大学。第一巡選択希望選手、読売宗山類内野手、明治大学。第一巡選択希望選手、東北楽天西川美翔外野手、青山学院大学。第一巡選択希望選手、横浜 DeNA 金丸夢と、投手関西大学。第一巡選択希望選手、福岡ソフトバンク宗山類内野手、明治大学。第一巡選択希望選手、広島東洋中村優斗投手、愛知工業大学。第一巡選択希望選手、千葉ロッテ宗山類内野手、明治大学。第一巡選択希望選手、阪神金丸夢と、投手関西大学。第一巡選択希望選手、オリックス金丸夢と、投手関西大学。第1回目入札が終わりました。カープが愛工大中村投手の一本釣りに成功。それ以外の11球団は指名が重複したため抽選に入っていきます。注目の関西大のサウスポー金丸投手は5球団競合。青山学院大の西川外野手、明治大の宗山内野手はそれぞれ3球団競合となりました。それでは競合した選手の抽選に入っていきます。抽選はネットのくじ引きサイトで一発勝負で行いました。まずは中日、 DeNA、 阪神、日本ハム、オリックスで競合した金丸投手の抽選です。抽選の結果、金丸投手の交渉権は日本ハムに決定しました。中日外れちゃいましたね。続いて西武、ヤクルト、楽天で競合した西川選手の抽選です。抽選の結果、西川選手の交渉権は西武に決定しました。続いて巨人、ソフトバンク、ロッテで競合した宗山選手の抽選です。抽選の結果、宗山選手の交渉権は巨人に決定しました。こちらが第1回入札、そして抽選後の結果です。各チームの指名予想理由などは後ほどお話しさせていただきますが、1チームずつ最も指名しそうな選手やチームカラーが合いそうな選手を選択していった結果、このような競合結果となりました。1位指名は補強ポイントにピンズドというより、各チームのスカウトさんが1位に選びそうな選手を重視して予想しています。
特に悩んだのは宗山選手。ソフトバンクはまさにピンズドだと思いますが、他の2チームは年齢層が近いショートは多く、特に巨人は同い年の中山選手もいるのですが、ここまでの成績は期待されたものとは程遠く、同い年だろうが当てていくべきと考え宗山選手にしました。個人的に巨人に宗山選手のようなプリンス的な選手がいたら NPB がさらに盛り上がりそうだなとも考えました。ということで、今年のような目玉選手がいる年はほとんどの球団が1回目入札は目玉選手に入札し、抽選覚悟という形になりそうですね。どやどや。続いて1位指名2回目の入札に入ります。第1巡選択希望選手、中日、しのぎ健太郎投手、法政大学。第1巡選択希望選手、東京ヤクルト、渡辺誠也外野手、大阪商業大学。第1巡選択希望選手、東北楽天、渡辺誠也外野手、大阪商業大学。第1巡選択希望選手、福岡ソフトバンク、宗山塁内野手、明治大学。第1巡選択希望選手、横浜 DeNA、しのぎ健太郎投手、法政大学。第1巡選択希望選手、千葉ロッテ、しのぎ健太郎投手、法政大学。第1巡選択希望選手、オリックス、渡辺誠也外野手、大阪商業大学。第1巡選択希望選手、阪神、渡辺誠也外野手、大阪商業大学。第2回目入札が終わりました。ソフトバンクが花咲徳栄のスラッガー石塚選手の交渉権を獲得。法政大の本格右腕しのぎ投手は中日、 DeNA、 そして地元のロッテが競合。1回目入札も予想された大商大のスラッガー渡辺選手に残りの3球団が競合となりました。それでは競合した選手の抽選に入っていきます。まずは中日、 DeNA、 ロッテで競合したしのぎ投手の抽選です。抽選の結果、しのぎ投手の交渉権は DeNA に決定しました。続いてヤクルト、楽天、オリックス、阪神で競合した渡辺選手の抽選です。抽選の結果、渡辺選手の交渉権は楽天に決定しました。さあ、第2回入札、そして抽選後の結果です。西川選手を外したヤクルト、楽天は同じく外野手スラッガー渡辺選手に入札と予想。センター候補の欲しい地元のオリックス、阪神も渡辺選手を高く評価しており、まさか渡辺選手が残っているなら入札しない手はないでしょう。金丸投手、中村投手に続く代打投手は法政大しのぎ投手と予想。ソフトバンクは一昨年高卒ショート伊比根選手を指名しましたが、石塚選手はショートというよりスラッガーとしての素養を評価。花咲の先輩井上選手との被りは気になりますが、慶応大の外野手を多く抱えているホークスならありなのかなとも考えました。どやどや。続いて1位指名3回目の入札に入ります。第1巡選択希望選手、中日、児玉春樹投手、青山学院大学。第1巡選択希望選手、東京ヤクルト、坂口春日投手、国学院大学。第1巡選択希望選手、千葉ロッテ、坂口春日投手、国学院大学。第1巡選択希望選手、オリックス、今朝丸裕樹投手、報徳学園高校。第1巡選択希望選手、阪神、麦谷雄介外野手、富士大学。第3回目入札が終わりました。中日が青山学院大の左腕児玉投手を指名、オリックスは高校生ナンバーワン投手
報徳学園の今朝丸投手、そして阪神はセンター候補富士大の麦谷選手を指名しました。国学院大の本格右腕坂口投手にはヤクルト、ロッテが競合となりました。それでは競合した選手の抽選に入っていきます。それではヤクルトとロッテで競合した坂口投手の抽選です。抽選の結果、坂口投手の交渉権はヤクルトに決定しました。さあ第3回入札、そして抽選後の結果です。国学院大坂口投手はヤクルトが交渉権を獲得しました。ここまで大学生投手5人、大学生野手4人、高校生の投手野手が1人ずつという結果になっています。最後ロッテは誰を指名するのでしょうか。どやどや。続いて1位指名4回目の入札に入ります。第一巡選択希望選手、千葉ロッテ寺西成樹投手、日本体育大学。これで12球団の1位指名が終了しました。最後まとめです。今回は様々な情報を集め、特に各球団の過去のドラ1指名傾向を注視、そしてファンの声を調査しての結果になりました。大正大渡辺外野手はさすがにどこかのチームが1回目で入札してくるだろうと予想されますが、今のところ今年の春のリーグで成績が対照的だった青山学院大の西川選手との比較になると、どうしても西川選手より渡辺選手という理由を私は見つけられなかったため、大学生スラッガーを求める球団には西川選手を選択しました。そして渡辺選手が2回目入札に残ることになるのですが、西川選手を入札したヤクルト、楽天はもちろん、1回目入札で金丸投手に入札したオリックス、阪神も方針転換してでも入札に行くだろうと予測しました。一方金丸投手を外した中日、 DeNA は2回目も即戦力投手に固執するだろうと考え、春のリーグで調子を戻してきた剛速球投手、法政のしのぎ投手を指名、金丸、中村に続く3番手なのではと個人的に予想しています。3回目入札は相当悩みましたが、各チームの過去のドラ1傾向、ファンの声をもとに私の評価が高い選手を当てはめていった結果です。やはり実際抽選をしてその後の入札を考えていくと、単純に1位予想をするだけより思い通りにいかないことが多く、かなり悩みますね。今年のドラフトは昨年の大豊作ドラフトと言われたドラフト市場とは結構違うなと感じました。何が違うかというと、金丸選手、西川選手ら数年に一度と言われる目玉選手が昨年にはいなかった高レベルの選手たちなのですが、それ以降に続く選手がこの選手はドラ1確実だろうと思える選手が少ないなと率直に感じました。ですので第1回入札は目玉選手に入札するのが定石ではないでしょうか。そしてポイントは抽選を外した場合の指名選手の取捨選択、ここはかなり球団の個性が出るかもしれません。1位候補と言われる大学生選手でも絶対的な成績を残している選手がかなり少なく、そのポテンシャルにかけるスカウトの眼力がかなり重要になりそうです。昨年は絶対的な目玉選手こそ不在ながら1位2位級の選手が豊作、今年は目玉選手が複数いる1位、それ以降は2位3位級の選手層がかなり厚い年となりそう。特に高校生のショート候補は花咲の石塚選手をはじめとしてかなり豊富です。高校生投手の素材型もかなり多い印象です。一方大学生は今のところは目玉選手以外は比較的少ない印象です。我が中日ドラゴンズはファンの声は圧倒的に金丸投手という感じがします。やはり若手の左腕の先発投手が少ないこともありますが、高橋宏斗投手とともに次世代のエースピッチャーを揃えたいという気持ちでしょう。そういった声が圧倒的な印象ですが、私個人は変わらずドラフト1位はその年のナンバーワンスラッガーを取り続けてほしいと考えています。今年は NPB 全体で投高打点が顕著になっていますが、中日2軍の所属するウエスタンリーグでは長年投高打点が顕著で、鈴木誠也選手以降スラッガーが生まれていないとも言われています。スラッガーは近年ますます貴重であり、以前調べたデータでは過去10年の年間20ホーマー以上の選手は 83% がドラフト3位までに指名された選手で占められていました。一方近年の投手の人材はオリックス山本投手、巨人戸郷投手など上位指名ではない投手たちが一流投手にのし上がってきている事例は野手より圧倒的に多いのは明確。これは投手の球速平均が伸びていることが一因と考えられ、それに対応できるスラッガーがかなり少なくなってきているのではないかと推測できます。単純に私が攻撃野球が好きということもありますが、
以上の理由からドラフト1位はその年のナンバーワンスラッガーを取り続けてほしいと個人的にずっと願い続けています。たまに中日はスラッガーを取っても育てられないから取るなというファンがいますが、じゃあどうすればいいのと単純に思います。投手だけ取っていれば優勝できるのかと、総得点が一番高いチームが優勝し続けている事実に目を背けてはいけません。すいません、最後熱くなってしまいましたが、今後も12球団ドラフト予想をやっていきますので、ご興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。皆様の良識あるコメントもお待ちしております。各種方面に配慮のある大人の言葉遣いでよろしくお願いしますね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね。